ので、この場所にしたいと思います。のちゃん起きてください。おはようございます。こっちにしようかな。なので一緒に準備しましょう。私も一緒に準備するだった。一緒に準備しよう。私はね、今お洋服をパジャマだったので、それだけ着替えて、そう着替えまして、口に色がなさすぎなので、このリップを、これは舞台のね、一緒に共演した女の子がお誕生日プレゼントにくれたんですけど、めちゃめちゃいくて、これを塗ってきた。今日嬉しいことに、あの実家に帰れそうなので、そう家族とお父さんとか久々に会えるんですけど、マロンにも会えると思って、なのでちょっとメイクはしないけど髪の毛はしっかりしていこうかなってことで、こうやってね、最初溶かしてからストレートアイロンを挟んで当てていきます。だから10時まででしょうかな。だからマロンに会えてちょっと落ち着いたら、マロンとの配信も夕方ぐらいできたらいいなと思うから、夕方、夜らへんとか夕方らへんはもしかしたらパッと15分くらいだけショールームつけるかもしれないので、お時間ある方は見に来てください。できるかな、帰れると思ってなかったからさ、嬉しくて嬉しくてさ、だからちょっと可愛いお洋服着ました。ほら見てください、可愛くないですか。こういうね、なんかピッチリしたのを着たことがなかったんですけど、着てみようと思って、でリボンを結ぶの忘れてた。もう少ししたら飛行機で東京に飛びますだって。ぴょーん、でもこういうピタッとしたワンピースはあれですね、ちょっとなんかウエスト細くなんなきゃと思う。ヘアビューローめちゃいいですからって、私髪の毛染めたらね、髪がリカちゃん人形みたいになっちゃって、本当にでめちゃくちゃショックで、でメイクさんがあの大分のイベントあったじゃないですか、あの歌って駅前で5期生で出た方、あのイベントの時にストレートにしたんですよ。1回目、お昼の部はストレートにした時にヘアビューローを持ってきてくれて、それでストレートにしたらもうびっくりするくらいサラサラになって、そうで、もう私これやっぱ買わなきゃダメかなと思って、高かったんですけど買っちゃった。いいよ、なんかでもこれ言ったら美容室にそのトリートメントとかしに行かなくてもいいと思う。だからもう自分の自宅でこれでできる気がする。そう、だから私的には、しかも当てれば当てるほどいいんだって、だからめちゃくちゃいいと思う。勇気がいりました。だからお母さんがたまたま福岡にいたので、その時に一緒にお店に行ってね、そうお店に行って買うよって言って買いました。高いお買い物をする時やっぱ自分だけじゃさ、なんか決心がつかなくて、
なんかオイルとかつけないでそのままするのがいいらしいです。おはようだった、おはよう。そう、ほらこっちは何もしてない方とこっちした方、こういう櫛で眠さすんなの、すごくない？毎日アイロン使う人だったら絶対買うべきだと思う。私は毎日アイロン当てるので、そう、寝る前とかも当てるから1日2回当てるんですよ。ってなったら絶対こっちの方がいいって言われました。髪にもいいらしいです。なもう分かんないから、なんかまとまりと触り心地がまず違うの。おはよう。だってでも高いよね。だってアイロンにこんなお金出す意味私ちょっとも分かんなかったけど、髪の毛はねブリーチしてもう痛めてしまったので、あとはさ自分でやっぱ管理しないとさダメじゃんって思って、サラサラすぎてさこれがさ掴まないの。明日コンサート来る方はいますか？そう、東京のゼップダイバーであれなんですけど、ゼップは初めてなんだよね。ドキドキです。なんか仮装してきたらあれなんでしょ。しかもなんかメンバーのお菓子とかもらえるらしい。メンバーの何好きなお菓子とかもらえちゃうらしい ね。ハンドルブルブル回して、洋服かわいい。だってみんな昨日のインスタ見た？私さ、みんなのさ、あ、みんなのさコメントを見るだけでさ満足しちゃって、結局さ質問返すのめっちゃ忘れちゃってたんだけど、後で移動中にピョッピョッピョって返そうかな。大分のライブの時に返すけど届けちゃいましたって、かわいい。ほんとな、 HKT のことアイコンにしてくれてる。誰推しになったの？絶対私じゃない気がする。絶対私じゃない気がするけど、ショールーム来てくれてありがとう。私この私違うと思う。実はみんな可愛いですからね。でもそれこそあの大分の駅前のライブは無料だったので、いろんな方が足を止めてみてくださってて、そうだからあれですね。フィリピンからのご挨拶だって。私フィリピンのファンの方は1人しかいないかも。ありがとう。2人目です。はい、おはよう。だっておはよう。
何のコンサート髪の毛にしようかな。コンサート初見です。だってやっほー。やばい、めっちゃまっすぐなった。おはようだったよ。おはー。今の髪の仮装してほしいですって。しません。仮装はしません。いい感じです。ほんでこれをつけます。ぴょ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 。おはようだって。おはよう。いい感じ。だからさ、ストレート踊りたいなって気持ちもあるからさ、ストレートにしようかなとかも、コンサートの髪型の話ね、思うんだけど、でもやっぱまあコンサートだからさ、まあ公演、劇場公演よりはさ多いから、会場もね広いからさ、髪の毛巻きたいなーと思うから、何にしようかな、めちゃめちゃ迷ってる。何がいいかな。最近はね、ニキビ防止策を作っててね、こうやってね、お家ではね、こうやって前髪を留めてるんです。なんかニキビ防止策って言ったらかっこいいけど、ニキビ防止策のためにこうやって、私のお家のスタイルです。ニキビ防止策、あとやっぱ視界がいいですね、前髪なんて。はい、パッキングしていきましょうか。もうこのアイロンは使わないので、切って、ほいほい。おはようだって。おはよう。
言うてまだ9時か。パッキング好きですかって、うん、別に普通です。普通、別に好き、うん、まあめんどくさいな。でも2ほどきのはめんどくさがっちゃうかも。2ほどきめんどくさいかな。しかも次がさ、すぐまたさ1週間後とかにさ羽田があるんだったらさ、もうそのままスーツケースポーンと私は置いとくけどさ、また時間が空いて羽田だからまたしないといけないのがちょっとめんどくさい。基本的に私すごくめんどくさがり屋で、めんどくさいと思っちゃうからあれなんですけど、昨日のインスタが可愛かったですって。ほんまに可愛かった、嬉しいです。あれ、わかにゃんカメラです。そう、わかにゃんが撮ってくれました。おはようだって、おはよう。みんな今こそ仕事中よね、ごめんねね。絶対今仕事中なんだろうなって思って、けど私もバタバタだからもうこの時間にしちゃおうと思って。あと何がいるっけ、ドライヤー持ってけないから、串、串はでも持ってけばいいし、私ボディクリームとか持ってても結局マッサージしないんだよね。だからさ、マッサージするかなとかさ思うんだけどさ、結局いつもさめんどくさくてさしないんだよね私。これは後で捨てていく。化粧水乳液持ったでしょ、でパックもあるでしょ、クレンジングとか、クレンジング。クレンジングが私ないんだ。平日が休みですって。そうなの？こんなとこにさ、私がずっと探してたあれがあった、日焼け止め。結局さ今年も全然日焼け止め塗らなくてさ、ファンの方がでも誕生日にあれをくれたの、あの日傘、日傘を使うようになったの、ファンのクラッタがありがとう本当に。やっぱさもらったものは使わなきゃと思うからさ、
日傘は使うようになったけど。ひろちゃんはクレンジングを探す旅に行ってきます。ちょっとレッツラレッツラ、どこに行ったんだろう。くしゃみ出そう。アクション。すいません。すいません。お、オールで私メイク落とし。でも2日、まあ、今日はいらないから。今日は台湾メイクしてないので。そう、すごいね、試供品をね一生懸命試したらね、溜まってきたの。わ、これ使ってみよう。この前あの眉毛のペンシルを買うときに、そう、シュウエムラで私使ってんですけど、もらったの、このトリートメントオイル。これをじゃあ使いましょう。この子は選抜落ち。美容、私こんなん持ってくのやめよう。この子もやめました。こんなから探しましょう。結構多分あるんですよ。シャワーボディ洗顔料だって。でもちょっともったいないと思っちゃう。これを使うの。日焼け止め乳液、ボディ用化粧水だって。もうこれでマッサージにできない。すごくない？なんかこっちが多分メイク系、あ、違う、こっちがん？なんだこれ。え、どっちがどっちなの？あ、こっちがコンタクトのケースだった。こっちがすごい。これヘアパックとかあるよ。私これ持ってきたい。あれ、これどっちがどっちなんだ。なんかね、化粧品のやつとなんか分けたの、使いやすいように。なんだけどなんか一緒になっちゃってる。美容液、持ってきた。なるほどね、こっちが化粧品じゃないの。こっちがみんなもよく分かってないと思う、私がこんなに焦ってる理由。すごい、こんなのが来てるよ。なんかいつの間にか、え、見て見て、シャンプーとかある。ほら、私ね今回シャンプーね買ったの。これを見てください。夜のヘアトリートメント、これ気になってたやつが100円で売ってて、1回のやつなんですけど、だからちょっと気になってたやつをね買ってみてしまった。だからそうなし、今日はこれ持ってきます。なんかさ、ファンデーションとかもこういうのをしたらさ軽くしてみたらね。試供品ついついもらっても使い忘れちゃう。トン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 、ヒゲじいさん、トン、トリートメントオイルってなんだろう。
紙？謎のもの開けてみちゃった。おはようだって。おはよう。スキンケアの最後塗りましょうだって。こんなのも塗っておいたら使えそう。これはリッチボディクリームだって。これも塗っておこう。目元アイ、これ明日使いたい。コンサート。おはようだって。おはよう。スピアルロンエミュー、わかんない。これなんて書いてるかわかりますか？ここヒアルロン、なんて書いてる、これエミュー、なんて書いてるの？エミューなんて書いてんだろう。10時までって言ったからもう終わりにしないと。もう終わりだ。ヘアパック、今度ね。エマルジョン、どういう意味？意味が難しい。トワさんありがとう。ノリさんもありがとう。ひらりきの招き猫ありがとうございます。カムさんもありがとう。ゼロもありがとう。トマさんもありがとうございます。ヤリちゃんズありがとうございます。アイリパパもありがとう。マックスもありがとうございます。エウリカありがとう。吉田さんもありがとう。ちかちゃんありがとう。おかもありがとうございます。ニコラス、ポッケ、いちごさん、アイデーパパ、クジラッキー、ひろたん、なんはちゃん、やすぷっちん、ゆかりんちゃん、ボーダー、かめしたてっちゃん、てっちゃん愛してるだって。はい、では皆さんおはようだって。おはよう。なのでね、みなちゃんは今日は他にする時間があったら夕方らへんに、夕方か夜らへんにマロンがね、あえて私もみんなに見せようって思ったら配信をしたいと思います。したいと思ったらって言い方あれだけど、そうしようって思ったら。ぬーちゃん起きてだって。おはよう。美容液と同じだって。あ、本当にありがとう。仕事中に教えてくれてありがとうございます。感謝です。あ、美容液なんね。なるほどなるほど。はい。あ、乳液と同じ。なるほどね、ありがとうございます。じゃあ今度使います。何かさ、分かんないとさ。はい、ではみんなバイバーイ。あ、バイバイじゃないわ。ランキング読みますね。これだけ準備して、あとは帰ってきた時にお家が綺麗なのがいいのでお掃除機をかけてレッツラレッツラしたいと思います。これも忘れずに入れて
とも思って。ではランキング見ます。13位が、ごがちゃん、12位がのりさん、11位がゆかりんちゃん、10位がゆりか、9位がボーダー、8位が、あれ10位がゆりか、9位がくじらっきー、8位がボーダー、7位がインパディ、6位がはしむっち、5位がニコラス、4位がアイリーパパ、3位がオカモ、2位がトマさん、1位がはせぼのてっちゃんでした。てっちゃんお仕事中にイヤホンでありがとうございました。ありがとう、聞いてくれて。お仕事頑張ってください。パチパチ、いつもありがとう。ではでは、リノリノリーはコンサート頑張ってきちゃいたいと思います。頑張ってきちゃうよ。みんなもお仕事頑張ってね。こんな時間からありがとうございました。アイテムもいっぱいありがとう。では行ってきます。バイバーイ。バーイ。ノリノリをちょこちょこ送りますね。バイバーイ。またね、だってまたね。ありがとうございました。バイバイ。